はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノリと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はシャナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてカマコとクマコのトークをまでイーグルのコーナーなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。ということですね。です。です。です。やめてやめてやめてビシバシ聞こえるいや暑いですね。暑いですけどもね、これも先日、昨日まで先日この収録日の前日までも大変でしたよ。そうなんですよ。なんとこのディスカバリー号エレベーターが故障しましてねえ、うん、ディスカバリー号なぜかね、10階なんですよ10階なんですけどね、なんかね、もう3日間ぐらいでしたっけ。3日間10階まで徒歩。ほんとね、宇宙まで徒歩。しかもあれですよね、宇宙まであの来てくださったあの番組収録の方々も。そうですそうです。マジパンパンなりましたね。ほんとまさか3日も治らない人は。あのいい運動というにはあまりにも気温が高すぎて過酷すぎて、ちょっといい運動とは呼べない感じでした ね。地震の翌日でもちゃんと動いてくれたのにね。突然、しかもなんかあれでしょ、なんかあのピコンピコンって言い出して止まって、で修理さんが来てからドカーンって音がしてなんじゃーみたいな管理事務所のおばちゃん走り回ったったねえ超新星の爆発が起こったかと思いました本当にねえ、大変でしょ。やっと昨日治りましたね。治りましたね。もうね、本当休み休みじゃないとたどり着けない。ねえ、5回ぐらいでもう大体ね意識が朦朧としてくるっていう心臓破りの坂道がね。ねえ、私も足抜けるんちゃうかな。いや、ほんまね、上がってくる時にはほんまに感覚がないんですよね、足のね。足ついてるっけって思うぐらいない状態でしたね。ね、まあまあ無事、はい、あの皆さん無事治りましたよ。あのパーソナリティの皆さん何の話や、無事治りました。オープニングにする話じゃないですけどね、はい、まあまあこちらご覧いただきましょうか。はい、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼントシャナナンバー、はい、お帰りなさいということで、エレベーターも晴れて治りまして、もう本当 ね、仕事しに来てるんやけど、もう着いた頃に汗だくじゃないですか。汗だくです。もうサウナみたいですよ ね、うん、もう一風呂浴びたろかいな浴びたろかいな思いましたねえ、ね、って持っていく予定やったんですね。あーなるほど、一風呂一風呂これキーワード、一風呂、ね、ここにこう着地する予定やったらしいですわ、なんかね。それ計画バレると恥ずかしい。恥ずかしい。なるほどね。ねえ、うん、ねえ、お風呂。お風呂。お風呂。最近行きました？お風呂、温泉とか。あ、スーパー銭湯とか。外風呂ですか？外風呂。外風呂はね、あ、行ってないかな。なんていうんですか。有馬温泉。はいはいはい。日帰り温泉。金銭。金銭銀銭。僕ちょっと金銭銀銭好きなんであの日帰り温泉とかはね行くのと、まあ、あちょっとこ外風呂、あのジムのお風呂とかね。ジムのお風呂は、ね、ジムのお風呂はそっちメインじゃないんですよ、まあ、まあ汚れ取るだけですけど、ね、うん、でも金銭銀銭とか僕結構好きなんで、ジムのお風呂金銭銀銭やったらもうえらい、めっちゃいいですよね。めっちゃ贅沢ですよね。僕会員証持ってるんですよ、あの何だっけ、
温泉屋さんの有馬温泉の、うんうん、なんですっけ、金銭のとこね何回言うね、うん、の会員になってるぐらい、はい、まあ、日帰り温泉とか割と好きです。会員になってるんだったらもうちょっとしょっちゅう行かないともったいなくないですか。もったいないですね。私ね、うん、こう見えてね、うん、潔癖症だったんですよ昔。はいはい、潔癖症。なんで何回も言うの結構自分勝手な潔癖症だったの。はい自己中な潔癖症。どういう潔癖症だから、うん、お風呂とかプールとかああいうなんかいろんな人が入ってるとことか触れてるところとかがもう苦手で、うん、ああ。なんかでもちょっと分かりますけどね。ねえ、僕も子供の時って僕やっぱ銭湯のずっと子供の時だったんで、あ、基本銭湯なんです。銭湯しか知らないぐらいなんですよ、はいはいはい、でまあ全然普通だったんですけど、まあ引っ越しして内風呂ができて家のお風呂入るようになって久しぶりに銭湯行ったらめっちゃ気持ち悪かった覚えがあるんですね。ああ、私お嬢様なんでね。ああ、そうか子供の時銭湯違いました。あれね、すごい小さい時は覚えてないんですけど、うん、私が物心ついた時にはもう家風呂入ってた、なんてお嬢様、まあ、お嬢様なんて、お嬢様ですよ昔は。そうなんですね、うん、でだったので基本だから苦手だったんです。あ、そうなんですね、うん、生まれてからずっと内風呂やったらそうですね。ちょっとか分かんないですけどね、うん、小さい時はどうだったのか覚えてないんですけどね、そうで、だから、親戚の子とかと一緒に、うん、お風呂行くよって言われて行くんですけど、嫌で、つま先でこんな感じ。あ、なんかわかるわかる。プールとかも、うん、行くじゃないですか。ほんなら一番最初になんか水浅いところを通って行かないといけない。あ、シャワー浴びながら下なんか水張ってるとか、うんうん、はいはい、あそこがもう嫌で嫌で。ああ、なるほどね。でもあれ結構濃い消毒液が入ってるでしょ。知らないですけども。あ、でもまあ感覚的にね、ぬるってするじゃないですか。あそこ、ね、それが嫌で。でも考えたらその後のプールの方が多分汚い。あ、まあそうですよ、そうですよでも私はその手前のその浅いのを。あ、なるほどね。いや、プールもプールサイドを歩くのも嫌だった。あ、ちょっと要は濡れてる人の雫がの上を歩くのがなんかちょっと嫌みたいなところとか、ちょっとでもぬるっとしたらもうああみたいな、うん、へー、あ、結構じゃあ潔癖症な方ですね。そうだからね、お風呂も、うん、その団体風呂っていうんですか、まあ公衆浴場、公衆浴場とかも全部ダメで、うん、もう絶対お尻つけて座れなかったんですよ。はい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 、もう絶対中腰だったんですよ。で、普通にね引っ越して、うん、家風呂なんていうんですか、新築じゃない家、うん、が実家が引っ越して、うん、中古から中古の家に引っ越すみたいな、はい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 、の時とかも、うん、ちゃんともうハウスクリーニング入ってるけど、入ってるけどその前にどんな人が住んでてどんな人が入ってたか分からへんから、うん、もうお尻絶対つけれなかった。家で、うん、ハウスクリーニングした後にもかかわらず。そう、最初だからずっと中腰で履いてて、でだんだん慣れてきてもやっぱ正座。ああ、絶対お尻はつけれなかった。そんな潔癖症やったんですね。いや、僕そこまではなかったですね。でも自分の家部屋汚かった。なんかよくわからないですね。自分勝手なんか言ってました。で、自分のものとか平気、どんな血が手をどんな汚れて、他の人があれですよね、自分以外の人間っていう、なんとなく分かるっちゃ分かりますね。だったんです。ちょっと気持ち悪いっていう程度ですけどね、でもね、私ね、お風呂屋さんで働いてたことがあったんですよ、スーパー銭湯。そうや、そうですよね。そう、スーパー銭湯で働いてたじゃあったんですね。働いてたことがあって、そこでもうなんかそんなん言うてられないじゃないですか、確かに確かに。中でもすごい不思議な感じ、裸足やし、うんうん、でもなんや言うて、私老流サービスって知ってます？老流サービスってね、サウナの中でね、アロマオイルをなんか石に垂らして、でその熱波が出るわけですよ、湯気が出るわけで、それをお客さんに仰ぐ、青で熱風を届けるの、はいはいはい、のとかもやったことがあって、もうそんな、もうほんまそんな言うてられへん状態の中にいたら全然平気なんです。ああ、なんか
ていうかなんでその仕事選んだんですかそんだけ潔癖症でちょっと克服してやろう的なところ。いや、あのね、うん、お風呂スーパー銭湯でもいろんなポジションがあるんですよ、うん、はい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 。で、私は最初そこのお食事ところを希望したはずだ、うん、あーなるほどなるほど、仕事そのものが違ったんですね。そう、でも、うん、結局フロントに回されたんです、うんうんうん、フロントを担当になった、うん、だからそもそもフロントにいるから浴室は行かなくていいんです、うん、でも私ね、どういう仕事ついてもね、いろんなことができるようにならないと気が済まないやつなんです、うん、なるほどなるほど、スキルマニアですね、うん、だから、うん、もしあの急に誰かが休みになった時に、うん、埋めれる人間でいたかったんです、うん、なるほどね。それでその時は浴室係の人がお休みになったから、うん、急遽、うん、これ死んだんです。そんな急にやってできるもんですか？まあ、仰ぐだけですか？仰ぐだけ、ちゃんとそういうふうなこういうことしますよっていう説明をして仰ぐだけ。あ、でも説明はせんとダメなんですよね。説明はしない。それをだから休み時間中にもう必死に覚えてカンペ見るの嫌やから、せんとあーすごいですね。ね、負けず嫌いなんですよね、そういうとこね。先生、お風呂平気になりますよ。岩盤浴とか大好き。岩盤浴を、岩盤浴もあったんですよ、そこはね、うん、岩盤浴ってどんなの？岩盤浴は、遠赤外線、うん、が出てるんですよ、石から。石下のね、うん、下のどんな石、岩みたいなのが？違う、ツルンツルンの石が敷いてあって、うん、そこから遠赤外線が出てるところに寝るんです、うんうん。そう、遠赤外線が体を温めてくれて、まあ、石焼き人間みたいなことですよね。そう、焼いたらあかん、ね、焼いたらあかんけどね。ジュー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 ってね。そう、うん、めっちゃ気持ちいいんですよ。へー、あれで内臓を温めるといいんですよ。え、室内もあったかいなんですか？室内もあったかい。サウナの下に、サウナの温度低いところの石があったかい、うん、ああなるほど、バージョン。メッサ汗出てる。メッサ汗出てる。え、そんな潔癖症のアミコさん的には無理じゃない？でもね、タオル引いて寝るから直接は寝ない。あ、なるほどね。うん、だから巻いタオル引いて寝る。いいですね、岩盤浴ね。めっちゃ気持ちいいですよ。なんか汗かいてね、うんうん、すっきりしそう、すごい。そう、だからね、あれでもね、ダイエット目的で行ったりとかする人もいるんですけどね、やりすぎるとダメですよね。水抜けるだけでしょ。そうそうそう、基本ね、うん、あのよくね、サウナとかで頑張ってね、うん、ダイエット聞いてるけど、うん、水分抜けるだけね、あとその後はしっかりビール飲む。一緒ですわ。一緒ですわ。一緒ですわ。局長は他になんか癖とかなかったんですか？癖、私潔癖症っていう癖。潔癖症っていう、僕ね、親父がね、あのすごい貧乏ゆすりする人やったんですよ。ほう、うん、前なんか聞いたことある。そう、うん、すごい貧乏ゆすりする人で、でなんかね、僕も貧乏ゆすりする感じですね、どっちかっていうと。ちょっと、うん、前に、うん、人に迷惑がかかるって言って、うん、番組終えたことがありますよね。そうですバシッて切られましたけど、まあ今はないんですけど、うん、ちょっと貧乏ゆすり癖はありますね。でも貧乏ゆすりってね、あの時も言ってましたけど、うん、あの足首動かしたりすると、そうそうそう、動かすから、あの新陳代謝が良い。そうそうそう、いいから、うん、逆にこうね、普段運動不足の人たちはこう足こうやってね動かすのも悪くないっていう結論でしたけど、うんうん、でもなんかちょっとそういう癖はありつつも、でも今ないんでね、もう一回ちょっと頑張ってあの貧乏ゆすりの癖を。いやでもね、貧乏ゆすりって何が嫌なんでしょうね、見てる側、うん、見てる側、うん、あ、なんかでも動くものが目の前にチラチラいると常に気になりますよね。なんかイラッとしてます、うん、同じ動き、同じ、いや別に貧乏ゆすりじゃなくても、目の前でこうやってずっとこういう風にやられたら多分ね、気になると、貧乏ゆすりじゃなくてもずっと動かれてると気になると思うんですよ。何でもずっと目の前でコナンされてても多分気になるじゃないですか。多分でも楽しいじゃないですか、こうやってえ、でもずっと、ほんまにずっとやったら嫌でしょ。あ、でも多分違う、あの貧乏ゆすりっていうものは良くないものっていう、もうなんか植え付けがあるでしょ。ね、迷信がありますからね、うん、から貧乏神がどうのってね、ね、だから、うん、なんか見ててイライラするんですよね。ああ、なるほどね。やってるのにだから貧乏ゆすりはやるとすごく健康だよっていうのを最初から知ってたら、うんうん、そんなに、だから、まずね、貧乏ゆすりっていう言葉やめないとダメです。あ、なんで貧乏ゆすりって貧乏もゆするもいいともないじゃないですか
あれでしょ、なんか貧乏神が来て揺らすみたいなことを言ったんでしょ、昔名神で。そうなんですか、うん、違いましたっけ。貧乏神が来て揺らす、貧乏神が来て、おる証拠やみたいな。なんかなんで知りませんやろ、そんな昔の人ちゃうんやから。なんで何を貧乏神がいる、足を足動かしてんの、動かしてんのが、うん、なんか貧乏神の仕業やみたいな、いう話がなんかこないネットで見ましたよ、ちょっと。そうなんですね、うん、でもそんなないから、貧乏神とか。でもね、貧乏ゆすりってどういうこと、うん、どういう時にします、イライラしてる時でしょ。でもね、それ一般的に言われるけど、何でもない時もこうやって足動かしてるのが貧乏ゆすりですよ。うちの親父も機嫌いい時足こうゆさ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 やってました。ああ、私すっごい機嫌悪いとしますわ。ああ、人によって違うんでしょうね。いいでしたむしゃくしゃしてる時感触持ってる時いって。あ、でもね、わざとします。それ貧乏ゆすりちゃうでしょ、なんか歯ぎしり的な、なんか。あ、そうですね、だからわざとします。なんかどっかに八つ当たりできないでしょ、うん、な時とか。あ、それは八つ当たり、うん、うってね。あー、なるほどね。うるーってむしゃくしゃしとんか。だから本来の貧乏ゆすりとは違いますよ、私にとっては。だからそれあんまりいい意味がないでしょうね。あ、まあまあ、イメージがないだけですよね、うん、でもそんなんなんか世の中みんな騙されてるじゃないですか、勝手なイメージ、うん、ね、うん、自分の癖って自分で気づいてないんでしょ、基本。あ、気づかんから癖でしょ。ですよね、うん、潔癖症とか気づいてはるじゃないですか。まあ癖というか傾向ですもんね、それはね、その人のね、うん、他の癖って気づいてないから続けちゃうんですよね、うん、でも口癖とかも一緒でしょ、言ってみたら。口癖、口癖あります？口癖、はいどうもとかそういう感じですか。ちゃいますか。バナナ TV のなんかこれ口癖じゃない、ちゃいますか。お仕事、お仕事。あ、お仕事ですか。なるほどね、うん、なるほどとか、なんかそういう口癖じゃないです。ないですね、うん、自分の口癖も分からへん。あると思いますよ、逆に言うととか。なんか、局長は、うんうん、あの逆に言うとめっちゃ言いますし、うん、もめっちゃ多いですよ。も多いよね、ね、うん、私ちょいちょいあの数えてる時あります。局長が誰かと会う時にの数を。あ、そうか。あ、よく言うなと思いますね。うん、よく言うなと思いますね。癖ですね、それね。気づいてはるわけですね。うん、言うなって聞いてたら思います。僕要はね、これで喋ってるの聞きますからね。あ、まあ確かに毎回ね、ね、うん、言ってね。ね、今日言うとありますよね、うん、私ね、結構ね、その自分が見てる、あ、そうそう、だからこれに出てる、これってショナル TV とかテレビに出てるって、うん、自分の癖とかチェックできるじゃないですか。あ、見える見える、うん、で、うん、あの、まあ、癖をチェックするためじゃないんですけど、うん、検出したりするじゃないですか、ね、自分たちの番組を、うん、そういう時にね、最初の頃ね、すごいね、うん、めっちゃ相槌を一生懸命打ってたんですけど、あ、後から見ると、うん、その相槌がすごい局長をまくし立ててるような感じに見えたことが。あ、なるほどね、うん、それも言うたらちょっとした癖ですよね。癖ですよね、うん、でも普段はそんな自分の行動とかってそんな見ないでしょ。見ない見ない、うん、だからそう思ったら、うん、これいいですわ、癖直したかったら、ね、ちょっと待って出会ったら。ほんまにその僕ら1回目始めた時の映像とか、うん、たまにあのアンコールスペシャルとか流したりするんですけど、はいはい、でもなんかね、こなんか変な癖とか、うん、そういうのめっちゃ取れてますよね。なくなってますよね、今。あ、なくなってるんですかね、うん、なくなってるっていうか、やっぱり自分らでその見て修正するじゃないですか。ちょっとずつ悪いところは直そうとするから、うん、だからなんか見るたびにこうなんか自分で見てて見れるようになってくるというか、回を減るごとに、まあ、もちろん洗練されてくるというか、垢抜けていくというか、全然ちゃいますよね。ちゃいますよね、うん、やっぱね、最初の頃とかちょっとね、見てるとね、若干恥ずかしいところありますよ。なんかね、うん、ちゃんとしてたでもちゃん、あー、まあそれはいい子なしですわ。今がちゃんとしてないみたいじゃないですか。結構ね、ちゃんとしてた。まあね、まあ、今よりその仕込みに欠けてましたよね、今ね。今回も何喋る言うて打ち合わせ3分ぐらいですよね。じゃあでもね、うん、本当ね、これね、うん、あのネタをね、毎回ね、うん、ちゃんと今日は何のテーマでとか、うん、情報収集したりとか、うん、調べるんですよ、うん、で今日も調べてたんですけどね、うん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 、
ねえねえ、うん、やっぱりね今時のネタとかをね、うん、見てるとね、うん、もうねくっ辛くなってきて、あなんか嫌なニュースとかもいっぱいあるじゃないですか。あまあニュースって大概ねなんか人が死んだとかねなんかこんな犯罪があったとかね、うん、そういうの多いですからね。ねえだから楽しくお届けしようと思ってるんですけど、うん、えこんなこともあんのえこんなこともあんのと思ったらね、くらい情報が気持ちちょっと落ちますよねあれね。ね日本だけでもですけど、うん、海外のとかもあって載ってるのとか見たら、うん、えそんなことがあったのみたいな、うん、そうですよね、うん、なんかあそういうなんかそういうことばっかり取り上げる傾向はね、うん、ありますしねでもあんまりどうなんですかね。ねえ、なんかあのね、うん、臭いものに蓋っていうのはダメだとは思いますけど、うん、よくないと思いますけどそればっかりっていうのもね、うん、だってもうそういう情報って文字で皆さん知ってると思う、うん、ねえ番組見てくださってる時ぐらいねたまにはね、うん、楽しくね楽しくね、うん、あなたも入りませんか。そうですね、自分でやっぱりあの自分をねちゃんとチェックしてもらうというかね自分のなんか自分でなんかこう振る舞いたいってなんかイメージあるじゃないですか。なのにその実際そうなってないから、うん、鏡とじゃないわあのカメラに映ってる自分の姿見るのが嫌っていう人やっぱ多いんですよ ね、 あねでも僕らも慣れてて自分がどういう風に振る舞ってるか分かってるから、うん、別にこう自分らがカメラ映ってるの見ても、うん、まあ平気っちゃ平気なんですよね。平気っていうかいや平気どころかいや俺おもろいなぐらいの局長ね自分大好きだよ、ね、それはでも やっぱ長いことやってるからですよ。うん自分が思った通りにできてるから、うん、そう思えるだけであってでこんなもん慣れですからね、うん、慣れてもらったらなんぼでもね、ね、カメラ慣れなんかしていきますし、ね、カメラ映えもしていきますからね。カメラ映え映えカメラ映えカメラ映えもしていきますから、ね、シャナナ映えシャナナ映えしますからなあなたもシャナナ映えてて映えてくださいもう映えていただいたらね、うん、ね、うん、なるほどでございますあるんですよ社長なるほどでございますえなるほどバナナなんかね、今日の持っていき方ちょっと白こい白こいってわかります？白々しいって言うんですよもう恥ずかしいからそういうの言わないで、ね、今日のなるほどバナナは、ね、なるほどバナナ、行きしましょうかまずねはいあの、前回ね、お知らせした、うん、あの LINE の、うんうん、あのセキュリティ設定のお話なんですけど、はい、ちょっとその後、続報がありましてほうえ、あの LINE 側から、うん、誤解やとそれは誤解やっていう ちゃうねんみたいなあの報道がその後ありまして、はい、え厳密に言うとちゃうみたいです。ちゃうんですか。え、はい、言ったら情報提供とは言っても、うん、メッセージ本文を抜いてるわけじゃないですよっていうことと、あと なんつったらいいの、あのいや勝手にちゃいますよっていうことですわ。勝手にちゃいます勝手に抜いてんちゃいますよ。はい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 、うん、勝手に抜いてるんじゃなくてちゃんとあのアップデートの時に確認してますよっていう、あなたがそうそうそう、うん、その情報提供を しますだとするような設定にしますけど、はい、同意しますかって、うん、出してますよって同意するってやって使ってますよっていうことを言うてはるんですよね。うん、うん、ちっちゃい字でしょ。いやいやいや、ちっちゃい字ですけどちっちゃい字ですけど、まあ、それは誤解です。一応ね言うてはんのが、まあ、初期設定でオンになっていること、また同意なしにオンになることはございませんっていうふうに言うてるんですけれども、まあ、続きがありまして、情報提供に関する機能は1月、まあ、2018年の1月ですねに提供開始したバージョン 8.0 以降でアップデートもしくは新規登録時にポップアップ画面を表示し、ご説明およびその同意括弧としてオンオフ選択をいただいておりますというふうな、ことでちゃいますよっていうふうに言うてはります。うん、でもでもどう思います。あの言ったら最近のなんかそういうアプリケーションとかって同意せえへんかったら使えないじゃないですか、ほとんどが、うん、でそれをなんか一応選択肢はあるみたいなんですけど、うん、それで同意しますか同意するって押したらそれがオンになる設定なんですよね、うんうんうん、ちょっとなんかちょっとどうですかっていう感じはあるんですよね。なんかね、うん、最近のねいろいろな説明事とか、うん、なんか規約とか、うん、
あのどうとでも撮れる、なんかすごいなんか、ね、ニュアンスで書いてるから難しいですよね。難しい、あの、ね、アプリとかでもね、あなたのこのこれとこれの情報をそうそのだから、これもややこしいな。トークルームの文字情報は提供してないけど、なんとかは提供してて、絵文字のなんかは提供しててとか、これは提供してなくて、こういう場合は提供しててとか、なんかすごい細かいんですよ、ね、だから混乱させるような形にどうしてもなってしまっているので、まあやっぱり先週紹介したセキュリティの設定はやった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、それさえやっとけばね、もしね、後から本当に抜かれてたんじゃないと、いやいや、ちゃんとオフにしてますしって言うんですよね。で、まあ、究極話したら、それオフにしてたところで、やろうと思ったらやれてしまうんで、あ、ハッカーとかいるじゃないですか。まあね、LINE の会社がやるかどうかは知らないけど、その情報を抜きに来ることは、技術的には不可能ではないんで。なるほど。だから何とも言い難いですけどね。セキュリティはやっといた方がいいと思います。一応やっといた方が、前回のご覧いただいてない方はぜひアーカイブの方をご覧になってみてください。はい、はい、ということでこの辺で CM の方どうぞ。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいというセキュリティ設定のお話でございました。ね、いろいろなことをね、使っていろいろなね、人となんかね、ネットを使ってやり取りするってやっぱ怖いですね。ね、まあやっぱりね、情報が井戸端会議とは違いますよね。ですよね。かといってね、これだけみんな使ってるのに使わないわけにも、まあ原始時代には戻れないって言いますけどね。難しい。だからやっぱりそういうね、ちっちゃい字であってももう見ないとダメですね。そうですね。でも見ても漢字が読めないからな。便利っていうことは、要は誰かに何かを託すっていうことですから、やっぱそれなりの危険も伴うということですよ、便利さの加減にはね。最終的には自分で何でもってアプリ作っちゃえばいいじゃないか。本当はね、まあそこまでやりなはれと、はい、それもちょっとまあ難しい話だと思います、はい、けれども、今週も楽しく参りましょう。バナナ TV。